扇風機が作り出す1、F 揺らぎの風を受けて回転運動するように構成されたヤジロベーの形のアームを持ったモビール型2種。ワイヤー部にクリップで風を受ける透かしモチーフが取り付けられた型1種。サンキャッチャーとは太陽光をプリズムのように透過、屈折させるガラスなどで作られたインテリアの1種。朝日や夕日がよく差し込む日当たりの良い窓際などに設置して、 陽光を複雑に屈折させることで、部屋の中に小さな虹色の光のランブを作り出して楽しむ装飾品である。風水の縁起物としても使われている。一般にサンキャッチャーと呼ばれるものにはいくつか種類があるが、主なものは以下の2種。さらに、追加機能として太陽電池で動くモーターを用いたり、エアコンなどの 1F 揺らぎのランダムな風を左右非対称の スかしモチーフに当てて回転させることで、そ馬灯のように虹の乱舞を楽しむことができる、といった工夫が施された、モビールタイプも存在する。サンキャッチャーの起源は定かではない。鋭いカットを施された、硬くてもろいクリスタルガラスが多く使われている、インテリアである。そのため、地震で揺れたり、高層マンションの窓から吹き込む突風に煽られた、場合に、窓ガラスなどを強打して割ったり、 自身が衝撃で砕けて飛び散る危険性がある。サンキャッチャーの販売店の多くは終電火災が起こる危険性について明示している。手作りのサンキャッチャーに通常はサンキャッチャーに使われないような就航する局面を持った休憩や突レンズ状の大きめのパーツを使用していると窓辺のカーテンの上などに太陽光を集めて火災が発生する温度を作ってしまう可能性が出て 来るので、要注意である。ありがとうございます。